ウィッチクラフトワークスは、水なぎ流による日本のファンタジー漫画作品。講段社の月刊青年漫画雑誌、グッド・アフタヌーンで、2010年3月5日発売の第9号より連載中。水なぎにとって、通算2作目、水なぎ流名義では、初となる、連載作品。現代社会のようでありながら、歴史の影で、工房の魔女と、 当の魔女と呼ばれる二派閥の魔女が対立を続けてきた世界を舞台とし、ごく普通の高校生として生活をしていながら突如当の魔女に襲われ始めた主人公、王の花偶族と即の同級生であり彼を守ることを使命とする工房の魔女、かがりややかの交流や活躍を描く。2014年1月から同年3月までテレビアニメが放送され、 2016年には、パチスロ化している。そして、2021年7月7日発売の16巻巻末にて、時間で完結と言っている。ごく普通の高校生、大野花偶足は、掃除中に、ゴミ箱へ捨てられていたぬいぐるみを見つける。そのぬいぐるみに書かれていた、晴れ時々校舎が降るでしょうの文字通り図上に校舎が、降り注がんとしていた時、はクラスメートにして、 強力な炎の魔女でもある。かがりややかに助けられる。このあやびとの出会いをきっかけとして、即は己に眠る力をめぐる魔女たちの戦いへ巻き込まれていく。街を守る5人の魔女あやびと下記4人で5人の魔女である。単行本のカバー裏には、本編で語られなかった裏設定が掲載されている。単行本題発刊は、 漫画を八王子店における2015年1月4日から同年1月10日までの集計で通常版が第1位、限定版が第9位を記録した。2014年1月から同年3月まで放送された。全12話原作第8巻限定版同根、オアディ1話。監督とシリーズ構成はエクスクセスリークや 大きく振りかぶって、の水島つとむ、キャラクターデザインは、とある科学の超電磁法 S で、サブキャラクターデザインを担当した、冷水、雪江アニメーション制作は、女子楽屋、とある科学の超電磁法 S の JC スタッフ、3DCG は、銀河機構隊、マジェスティックプリンスのオレンジがそれぞれ担当する。プロデュースを担当した、松倉祐二は、インタビューに際し、 原作の雰囲気の再現における炎の表現に試行錯誤を重ねたことや原作の情報量の多さに苦労したことを述べている。2012年11月7日にグッド・アフタヌーン25号でテレビアニメ化が発表された後、2013年12月29日にシネマート新宿で第1話の先行上映イベントが行われ、小林祐介、瀬戸正美、血の愛、 伊沢栞里ら主要声優陣やオープニングテーマ歌手のファナが登壇した。2014年2月1日2日には、JR 秋葉原駅構内のイベントブースにて、テレビアニメ版の第1話から第4話までを振り返る、スペシャルパンフレットの配布、ダイジェスト映像の上映、キャストメッセージリり限定待ち受けのダウンロードなどが、実施された。2014年5月3日には、 シネマート新宿で、全話一挙上映イベントが行われ、主要声優陣によるトークショーも実施された。放送開始後、AV ウォッチ編集部が実施したアンケート企画、14年1月期アニメ、どれを見るでは、第1位の中二病でも恋がしたい。連に次第2位を記録した。また、イードが実施したアニメ、アニメ、冬アニメアンケートでは総合で、 第10位、男性で、第6位をそれぞれ記録した。ありがとうございます。